声は小鳥と大先生のポタワン TV ラジオミニ。さあ始まりました、はい、声は小鳥と大先生のポタワン TV ラジオミニ。今回もよろしくお願いします。お願いします。さてさて、はいはい、今回収録のねラジオミニも第3回ですけど、うん、ですね。前回はあの一番最初の回は今月のね、うん、あれですね、映画の話をし、そうだそうだ、でその次はライブ用耳栓の話をしてきたんですけども、うんうんうん、いや映画の話盛り上がりすぎて盛り上がりましたねそう、まあ、収録もね、うん、今これ7月末にあの、うん、生のポタワンの後にそのまま続けてやってるんで、うんうん、はい、もう今2時間ぐらいヘッドホンつけてやってるわけですけど、うん、はいはい、やっぱ夏場はね、そうですね、そう、まあこれスタジオとかはもちろん空調効いてるとはいえ、うん、外だとちょっと汗が入ったりずっとねヘッドホンつけて作業したりとかね、ですね。でも今ヘッドホン流行ってるんだ、ね、確かに確かに、K-POP の影響もあってワコードもみんなつけてるんだヘッドホン、ね、素晴らしい時代が来たですね、うん、でも夏は確かにちょっと大変なのかな。そうなんですよ ね、そんな話を今日はしていきたいと思います。はい、じゃあそろそろ本題に行きますか。はい、小林さんお願いします。はい、それではこちらのコーナーに行きたいと思います。教えて大先生よ。このコーナーはオーディオなどに関するさまざまな疑問に対して私たちみんなが大先生になってお答えするコーナーです。そう、これを聞いているあなたも大先生かもしれません、うん、内容について気になったことやご指摘などがありましたらぜひぜひコメントでよろしくお願いします。はい、というわけで今回もゲットナビ編集部の松山さんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。松山さん、今回の疑問は何でしょうか。はい、今回疑問というか、うん、要望、はい、要望というか、はいはいはい、世界への要望この世への要望わがままないいですよ。わがままな私の要望なんですけど、はいはい、まあ、夏暑いじゃないですか。暑いですね。暑いんですけど、うん、私、まあ、ファッションの一部としてもそうなんですけど、うん、はい、ヘッドホンをつけたい、うん、ヘッドホンつけたい、まさにですね、さっき言ってた通り、はい、ヘッドホンをつけたいんですけど、暑いし、日焼け止めとかで汚れるかもしれないし、やだやだ、女の人とか特にね、うん、なんですって、汗で髪の毛がベタってなるかもしれないし、確かに、でもつけたいという要望です。あ、松山さんヘッドホン派なんですかね普段は。いや、普段は、うん、ワイヤレス、完全ワイヤレスイヤホンをつけることが多いんですけど、はいはい、私旅行が好きで、はいはい、もう飛行機に乗るとき、はいはい、飛行機に乗るときだけは絶対にヘッドホンっていう、あ、なるほど、謎の自分の、ね、こだわりが、ね、こだわりがありまして、確かにね、楽ですもんね、こう耳包んでくれる感じとかね、あのノイキャンの性能が良いっていうのが、ね、はいはいはい、はい、あって、なるほど、でまあ、長時間の移動の時とかは基本的にヘッドホンをつけたいんですけど、うんうん、ちょっとこの間つけようと思ったら、うん、あまりにも暑くて、あ、そうですよね、耳がっていうところで、うんうん、泣く泣くイヤホンをつけるみたいな感じで、ちょっとなんか、うん、どうにかしてほしいという今回は要望になります。あ、解決したい。今、はい、みんな結構若い子たちヘッドホンつけてるじゃないですか、うんうん、やっぱあれ本当に流行ってるんですか。流行ってると思います。やっぱそう、うん、電車乗ってても本当に女子高生みたいな子たちがヘッドホンつけてますもんね、うん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 、なんかマーシャルとかめっちゃ流行ってますよね。あー、マーシャルつけてるみんな、うん、今っていう、そう今っていう、そう、あれだってだいぶ前のやつ、そう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 、あれが今なんだって、ここに来て流行ってんだみたいな、本当に不思議な気持ち、うん、面白いっすよね。見た目で選ぶ時代なんですね、うん、ヘッドホンとかもね、うんうんうん、昔からねやっぱね、こう主張も大きいし、うん、多分今のファッションに合うんだと思います、うん、なるほど、確かにあのちょっとこうね、お腹とか出したりとかも流行ってるし、うんうん、なるほどな、そっかそっか、じゃあこの悩み抱えてる人多そうですね。多そうです ね、まあ、夏に快適にヘッドホンをつける方法ということで、うん、はい、いやないよね、ない正味ないと思いますマジで。もうこれはやっぱりもうヘッドホンの課題というか、確かにずっとある話で、確かにやっぱ、ね、ヘッドホンってやっぱ夏場露骨に落ちるんですよ売り上げとか。あ、そうなんだ、まあ、今こそ流行りもあるかもしれないですけど、うんうんうん、基本的にやっぱ夏ってヘッドホンが売れない季節っていうのは前提としてずっとあって、何年も、うん、暑いもんな。そうそうそう、だからもうやっぱどうしても大変なところではあるんですよね、うんうん、夏に快適にヘッドホンするっていうこと自体が結構しんどいんですけど、はいはい、まあ、でもちょっと
あえての対策をするならっていうのはいくつかあると思うんですけど、はいはい、あ、私からじゃあ一つおすすめをお伝えしようかな、はい、ぜひぜひ、はい、これなんですけど、はい、ヘッドホンカバーっていうものがあって、そう、ミニマモっていうものがあるんですよ。ありますね。こんな感じで、あのカバーの上にこうヘッドホン、ヘッドホンのなんだ、イヤーパッドの上にカバーをつける、布でできたカバーをつけるっていう感覚なんですけど、こんな感じでこうカバーをつけることで、このカバーが汗を吸ってくれたりして、こう心地よく過ごせるよっていう製品があったりするんです。イヤーパッドが汚れないっていう、ね、そうですそうです。まさにあの日焼け止めとかついちゃうのやだなっていう時には、これだったらこのカバーを取り外して洗うことができるんで、イヤーパッドをこう毎回取り替えるとかってなるよりかは全然楽かなっていうのは一つ解決法かなと思いますね。冷感のやつあればいいですね。あ、確かにね。あるのかな、私が知ってる範囲では見たことはないんだけど、もしかしたら最近出てる可能性もなきにしもなんですが、あったら嬉しいですね。ねえねえねえ、ミニマモでもつけてみた感じもすごい、ちょっとね、なんていうか空間が空くんですよ、うんうんうん、こう今イヤーパッドの中に耳を入れてるんですけど、うん、そうじゃなくてイヤーパッド自体をこう 布でこうカバーしてくれるんで、布に耳が当たる感じになるんで、ちょっと隙間が空いてちょっと涼しくは感じるかなと思います。確かに、うん、あとやっぱこう革のイヤーパッドとかだと、ずっとこう汗吸っちゃうとちょっとボロボロになっちゃったりとかっていうのも結構長く使ってるとあると思うんですよね、うんうん、それのこう、まあ予防というか、うん、防いであげるっていう意味でも耳マモはめっちゃ重要ですよね、うんうん、ですね。そうですね、イヤーパッド消耗を、ね、防いでくれる。そうそう、だからまあ本当1年それつけっぱで使ってもいいぐらいの、うん、結構便利アイテムではあると思います、うん、ですね。これは一つ解決法の一つかな、うん、あとおしゃれ的にもいいですよね、確かにね、カラーを変えてみたいな、ね、そう、まあ、めちゃめちゃ音質にこだわる人はやっぱ影響を気にしてる方もいらっしゃるといえばいらっしゃるんですけど、まあ、でもまあ夏のその快適性とトレードオフっていう部分であれば、うんうん、まあまあまあ結構ありな選択肢じゃないかなっていうふうに思いますね。結構カラフルないろいろあるんで、こう白いの、白いヘッドホンに青つけるとかも可愛いですよね、うん、ピンクつけるとか、可愛いですね、ファッションに合わせてね、ですね、おしゃれも、いいと思います、まあ、あとは耳マモほど これって決まった製品があるわけじゃないんですけど、結構 Amazon とか覗いてみると、そのヘッドバンドにつけるカバーとかもちょいちょいあるんですよ。あ、なるほどなるほど、ここに巻いちゃうみたいな、はいはいはい、頭頂部に当たる部分に隙間をちょっとカバーをつけて、まあ、そこにこう汗がついたりするのを防いでくれたりとか、はいはいはい、例えばヘッドホンを首から下げた時にちょっとそこベタってなるのを防いでくれたりとかっていう部分で、やっぱ肌に当たる部分をとにかくどうにかするしかないですよね、うん、それで言うとイヤーパッドをちょっと涼しいのに変えてみるとかもありかもですね。あ、そうですね、そうそうそう、イヤーパッドやっぱりその合成皮革とか革っぽいのついてるの多いと思いますけど、ちょっとこうファブリック地の、あのイヤーパッド別売りのやつに交換してみたりとか、結構ね、やっぱイヤーパッドって、イヤホンのイヤーピースほどメジャーじゃないですけど、それだけ作ってるメーカーさんとかもいらっしゃって、リアクシーさんとか、で、まあ、イヤーパッドもイヤーピースと一緒で、専用に作られてないけどギリ入るとかも結構あるんですよ、そう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 、なんでちょっとまあ自分の手持ちのヘッドホンが、使えるちょっと涼しそうなイヤーパッドとかがあったら、それを買って試してみたりとか、っていうので付け替えてみるっていうのも結構ありだと思いますね。ですね、いいんじゃないでしょうか。でもマジでそんぐらいですよね。ですね、他にはなかなかもう地球に涼しくなってもらうし、なんかね、いい解決策のあるヘッドホンがそれこそ出てくれたらいいなぁなんて思いますけど、ね、いいなぁ、なんか空気清浄機付きのね、ダイソンのが出たように、確かに確かに、クーラー付きヘッドホンがいつか出るのかな、出たら最高ですね。最高ですよね、確かに夏のヘッドホン事情を変えるゲームチェンジャーになるかもしれないですけど、革命家が出るかな。そうそう、まあ、でも、まあ、今は ね結構こうカバーとかでちょっと乗り切っていただきつつ、ヘッドホンを愛用していただきたいなというところでございます、という感じですが、いかがでしょうか、解決できましたでしょうか、はい、今年はカバーで乗り切ろうと思います。ありがとうございます。素晴らしいと思います。実際ね、まず一回使ってみると結構なんかこうイメージも変わってね、面白いと思うので、お使いのヘッドホン、お使いの皆さんもぜひぜひ調べてみてほしいところでございます、はい、というわけで今回は教えて大先生のコーナーでした、ポタワン TV ラジオミニ、今週はここまでとなります。これからもさらなるポタワンを求めて、お相手は工藤博明と小岩琴里と松山でした。さようなら。